まず大谷はどこ行く予定？それね、もうみんな言ってますよね。それはもうドジャースって 100% 決まりだろうと、うん、石橋貴明大体予想すると、うん、僕は違うんじゃないかなと思ったんですよ。ドジャースじゃない、はい、僕はね、ピンチにだったらきっと助けに来るよ。あいつが噂の次の簡単ですね。良かったです。近本選手 MVP 歴代3位だって14安打。4割8分3厘ですよ。近本いいですね。あ、だからあれですよ。第2戦だけ打ってないんですよ。うんうん。だから8-0ですよ。宮城に抑えられて。宮城は抑えてるんですよ。はい、三振サードゴロセカンドゴロですもん。ね。あとほとんどマルチ1安打は第3戦4第 6戦だけだもんな。すげえなー。みんなが結構得した日本シリーズだなと思ったのは関西ダービーじゃないですか、うん、で昨日の夜ちょっと関西の芸人さんとか喋ってたら、うん、昨日の夜は関西の地上波は結構な局で特番やるんですよ。でいやもう夜すごかったよ。そうでしょ。で阪神が勝ってもオリックスが勝っても特番やるんですよ。で関西の芸人たちはどっちが勝っても特番出るんですよ、うん、でどっちが勝っても仕事あるじゃねえかよって話してね、うん、なるほど。みんなウォーウォー喜んでます。すごいですよ。あのビールかけとか全部やるんですよ。あービールかけの会場、あと道頓堀に中継、中継でスタジオみたいな、はい、それ8曲やってたよな。いやもうそりゃそうですよね。やっぱ大阪ダービーだし、うん、やっぱ暑いですもんね。それがなかなか関東にはない文化かもしれないですね。やっぱ巨人だ、ヤクルトだ、うん、ロッテだ、西武だってなっても、うん、やっぱりそこまではならないじゃないですか、はいはい、福岡だったらホークスが優勝したらそうなりますけど、うん、やっぱ福岡やるんですか。福岡だって多分やると思います、うん、で、ファイターズも多分やると思います、北海道、うんうん、だからそこの暑さはやっぱりすごいと思いますよね、うん、すごいね。まあでも盛り上がりましたね。いいですね。ほら飛び込んでる人いますもん。37人飛び込んだんですよ。カーネル・サンダースの格好で飛び込んでる。カーネル・サンダースもいたし、もう水着の人もいたし、女性結構いましたね。あ、今も飛び込んでますよ、はい、飛び込んでる最あ、これ男ですよ。え、これ男？これね、男の人がスクール水着着てるんですよ。ほんで飛び込んでる最中で飛び込まないでくださいよ、危ないですよ、上がってこれませんよ、飛び込まないですよってもうずっと言ってるのに、周りも全然無視ですからね。あ、警備の？はい、もうガンガン警察も行って、もううわーって煽ってる時に、飛び込んじゃダメですよ、下行ったら危ないって、本当に危ないからね、泥も沼だから、上がるとこないし。うん、あ、甲子園球場、ペーパービューやってたんだけど、あ、やってました、やってました。1万2000人来たと、はい、甲子園で。泣いてました。すごいね。でも寂しいね。これでまた来年の4月までないんだよ。そうですね。野球がちょっとこっからだからストーブリーグじゃないですけど、まあうちのホークスの場合はちょっと今入れ替わりがいろいろありますから、ええ、こんな終わった時にでもあの巨人のウォーカーと高橋と高橋ですよね。2対2対1のトレードがありましたから。ウォーカーってどうなんですか。大丈夫なんですか。守れないですよ。守れないですか。だから DH ですか。DH だったらパンチ力あるし。デスパイラーの代わりだ。うん。だからホークス的にはそ大丈夫ですか、もらっても。まあ、打つ方にかね、あんま守れ全然ダメだ。全然ダメだ。オスナもどっか行くかもしれないし。だって、王さんが周期練習ですごいっつうじゃん。打撃陣に対して。うん。ちゃんと自分で考えて野球しないと。うん、どういうスイングが、どうなのって、全部レポート出させてるって。会長は会長が自ら動いて。はあ、本気だな。それ3年勝てなかったからもう会長としたらカンカンでしょ。そりゃそうですね。王会長本当一言ですかね、勝負は勝たなきゃダメだって、やばいっす。やっぱそうなりすぎちゃうと、あの高バカ軍団って番組やってるんですけど、結構現場で僕らふざけてるんですよ。だから高バカなんとかって番組でだってさ、はい、やってるディレクターが野球知らないのよ。だいたいさ、あの人なんか分かってんの、あの勝ったなんて野球。いや、あいつは熱狂のホークスファンですから。あ、そうだ。あいつは熱いホークスファンです。ゴルフも得意ですよね、
勝った？意外なんですよ。そう、意外ですよ。ワインとホークスと。だって中学校の同級生ですよ。え、勝ったと？同級生じゃなくて、二個下です。同じ中学校の二個下ですよ、勝ったは。同じ中学校の補欠ですけどね、あいつ。野球詳しいの？好きなの。なんでカッター入ってるのかなと思ってた。野球部で昔からです。あいつは大英ホークスの時代から好きなんですよ。あ、地元だから。はあ。だからカッター入ってるんですよね。あ、そうなの。はい。ただ喋るところがちょっと下手なんですよ。あ、カメラ向かえるとちょっとテンション上がるから、いや、落として喋れって、なんかロケなんか見てられないですよ。めちゃくちゃテンション上げてロケやるから。あ、興奮したんだ。興奮しちゃうんですよ。本当に野球大好きだから。まあそういう人だから。野球大好きだとやっぱ興奮しちゃうんだよね。はい。そこをこうやっぱ冷静にって、いや、なかなかできないだろうな、でも。ね、テンション上がってる時ありますからね。そう。野球はね、好きなものだから。はい。うん。ありますよね、それは。それはなかなかどうして。いや、終わっちゃう。寂しいね、今シーズン。でもこれから、1ヶ月、はい、まあ、野球ファンは、動きますよ、大谷さんが、どこに行くのかっていう、これがあって。そうか、メジャーもあんだ。それで決まってから山本君がどこ行くかですね。どこ行くかですね。高役さんの個人の予想どこですか？まず、大谷はどこ行く予定ですか？それね、もうみんなに、みんな言ってますよね。それはもうドジャースって 100% 決まりだろうと。だけど、まあ、あえて野球の神様がいると言われ、ついていると言われて、石橋貴明は大体予想すると。うん、僕は違うんじゃないかなと思ったんですよ。ドジャースじゃない、はい、東行っちゃう。いや、僕はね、シアトルじゃないかなと。マリナーズ。なんでですか？一応気づけば、まあ、6年7年前ですか、はい、大谷さんがエンゼルスに行くって予想した人いました？いないです。エンゼルスは僕知らなかったですもん。みんなヤンキースだ、はい、ドジャースだって、はい、それこそやっぱお金持っててすごい名門チームに行くんじゃないかって言われてたよ、うんうん、レッドソックスだ、うん、僕もエンゼルスだときえっと思ったんですよ、うん、でもそういう人じゃないですか、なんか大谷さん自身がね新たに、はいはい、道を作るっていう未開の地に足を踏み入れてそこを道にしていくって、うん、だから佐々木麟太郎君も全く同じパターンで、はい、アメリカの大学に行くっていう選択をプロ志望届け出さずに、はい、大谷さんとこも相談したっていう噂もありましたよ。だからやっぱもともと花巻東の佐々木監督っていう人がもうそういう教えなんでしょうね、うん、はいはい、新たな自分で切り開いていくんだろうっていう、はい、だからね、そうみんなが予想してるところをあえて突き進んでいかないんじゃないかなと。そうするとさっきポロリと竹山さん言いましたけど、イチロー選手、イチロー君の、はい、ところに行くじゃねえのかなってちょっとね、うっすらあるのは1年目ですかね、メジャー行ってキャンプした時にちょっとバッティングで悩んだ時にイチローさんとこ行ってるんですよ。でそこでなんかいろいろバッティング練習みたいなことをして、また自信を持ってそれでいいってなんか一郎に言われて、うん、でなんかまたキャンプに戻ってったっていう話を聞いて、これは大どんでんあるのがシアトルじゃねえのかなって、うん、でも年代的には多分一郎さんに憧れてメジャーも目指すみたいな年代ですよね。絶対ですよ。今日ぐらいでエンゼルスの交渉終わってるんですよ、うん、5日間だけワールドシリーズ終了後、うん、まずエンゼルスが一番最初に5日間だけ、はい、それ6日目から他球団との交渉をスタート。だからもう今日ぐらいから始まる、多分始まるんですよ。それはもう代理人のところにいろんな球団がまず会ってくれっていう話で、話聞いてくれってで、ずっとエンゼルスに残る感じ、出るのは出るんですか？残留はないんですか？いや、それは残留はあると、うん、秋猪瀬さんの話だと1年のだけ残るっていう、そういうやり方もあるっていう。だって来年はだって二刀流はできないですよね。だってバッティングしかバッティングしかできないですよね。で二刀流でもう一回復活するのは再来年からですよね、はい、で1年残るってのはそういうことですか？来年までエンゼルスでバッティングして再来年から二刀流でどっか行くって、前も結局一回やってるじゃないですか、うんうん、やってる時エンゼルスでずっとやって、その多分
いろんな多分今までのそのリハビリ含めデータがやっぱエンゼルスには残ってるからもう一年エンゼルスにいるんじゃねえかって説もあるんですけど、なるほど、リハビリのためも含めだから基本西には残るとは思うんですけどね、機械感でね、でだってもう多分ね結構あのそういうのに詳しい人間からするともうギブスは取れてるらしいんですよ、もう今まさにこれから始めてるリハビリみたいなことですか、まずこの曲げ伸ばし絶対固まっちゃってるんで、それのまずこれから始まってだんだんまあ伸びてから下で2メーターぐらいボール投げてだんだん伸ばしてってだんだんこういうっていう全部データはまあ病院とエンゼルスに残ってるのはちょっと楽だってことですね、西にはいるとは思うんですけどね、11月内には我々はもう分かるんですか、いや多分12月入ってからじゃないですか、発表は、すげえあっという間やっとするからね、あどういうこと決まったらすぐ、発表は多分決まったらすぐ発表だと思うんですけど、でもう一人山本はどうですか、これは山本くんはもう 100% ヤンキーさん、ヤンキーですだってあれだけ GM が来て、はい、来た試合でノーヒットノーランやって、うん、もう GM バカバカ写メ撮って大、はい、喜びして、はあ、そりゃもう300億円必要だっつうんですよ、何年で300億なの、6年で300億だって、1年50億ですかね、50億って今のメジャーのピッチャーってナンバーワンになっちゃいますもんね、あそうですか、はい、久々に日本人のピンストライプ、ね、マー君以来です、マー君以来ですよ、似合いそう、しかもそうですね、松井選手、あの阪神から行った、イラブ井川イラブ、イラブ忘れちゃいけない、五十嵐君も来てますからね、え五十嵐さんってピンストライプ来ましたっけ、あれそうですっけ、ちびっとだけちょっとだけ来ましたっけ、えちょっとだけ来たんですっけ、はい、おいで、これ五十嵐君から来ましたけど、その一回完全に一軍に上がった時に、はい、ジータにその時一郎も行って、はあ、あ7人目かだから、もう一人行って、なんだか一郎も行って、黒田もいて、あ8人目か、黒田もいた、それでジータに、なあって、今一番ヤンキースで日本人がたくさんいる時代じゃねえかって言われて、はい、五十嵐君は、そうだねって言いながら、俺今ジータと喋ってる。あ、憧れの破れなかったんですね、いやすごいねっつって、えユニオン持ってんのじゃんっつったら、ヤンキースはユニオンをくれないんだ、あっユニオンって基本的に球団管理なんですよ、はいはい、選手個人に持って帰っちゃダメなんですよ、で持って帰れないヤンキース特に厳しくて、どっから保管したんですか、ヤンキースタジアムか事務所に、ダメなんだ、僕はヤンキース、まあ、他にも何かいますからね、僕はあっと驚くシアトル、あれからだから今永投手も行くって言ってるし、すごいですね、またこれ高さん来年楽しみ増えますね、日ハムの小笠原君も行くっていう話だよね、日本野球どうなっちゃう、いい選手どんどん行っちゃう、もうサッカーみたいになってますよね、だんだんもう選手が当たり前のようにサッカーがヨーロッパとかでみんなで実はめちゃくちゃ頑張ってるじゃないですか、何人も何百人も、ね、いい選手も、うん、なんか本当に草刈り場って言われちゃってるんですよね、日本が、日本が、うん、いい感じで育つとさっと持ってかれちゃうから、持ってかれちゃって、まあ、それは選手もいや行きたいですよ、行きたい、年俸で言ったら日本の5倍だ6倍もらえるわけじゃないですか、だって千賀君がよ最初育成の時240万ぐらいだったっつうんだよ、うん、年俸それが20億円だ、ね、そうですね、メジャーだし来年メッツのエースですよ、はい、よかったもん今年も、すっごいですよ、お化け、いやだどうします20億もおられてたら、いやいやいや
20億や20億もらったら別にもう YouTube 何もやんないですよ。まず YouTube もやんないですよ。3年間も買わないでしょ。もうもう3年間なんか買わないですよ。そんな馬しか買わないですよ。馬かってやりますよ。ダートで走るような、ダートで BC ってやりますよ。あれ強かったね。昨日のでしょ。あれ強いね。あれめっちゃ強いです。昨日のね、あの宮古ステークス買った馬、あれめっちゃ強いです。あれ強いね。これはもう野球の YouTube で申し訳ないですけど、高木さん、ダートが面白くなりますよ。ミックファイヤーっていう地方馬がいる、はい、で昨日の馬がいる、はい、でレモンプップがいる、はい、でそれちょっと惜しいかもしれない、ヒーローコールって馬がいる、はい、他にもダートめちゃくちゃ強いから、はい、もう本当にもうプロレスじゃないけど、もう誰が一体一番強いんだよっていう、はい、やってやろうじゃねえかよっていう大会をやってほしいけど、なかなかやってくれないですよ。ジャパンカップもでも、ジャパンカップ面白いですよ。どうするの、どっち勝つの。ジャパンカップは昨日も俺競馬番組で言いましたけど、はい、イクイノックス、はい、あとリバティーアイランド、これ決まりです、はい、3着を探すゲームです。次はつかなそうだな、その3連単、はい、でもその3連単か買わない、見てた方がいいんじゃないの、この生まれでいいんじゃないの。でも3着荒れるかもしれないから。ところが有馬記念が面白いですよ。有馬記念は、今までの俺の競馬ファンの歴史から言うと、有馬記念で、ドウデュース武豊が復活します。だってもうさ、この間の蹴られちゃって乗れなかったんでしょ。いや、マイルチャンピオンシップから武さん乗ります。なんかだから それで天皇賞乗れなかったんでしょ。そうです。だからさ、やっぱもうそうね、俺なんとドデュース全然ダメじゃんと思ったら、はい、蹴られて乗ってねえって話になって、ってそうです。新馬だったんですよね。新馬がちょっとまだね、走るの早いのか早かったかもしれないけど、あばって蹴っちゃったんですよね。でも有馬記念で武豊が復活って、これよくあるパターンですよ。イクイノックス今後でしょ。ね、だから天皇賞買ってジャパンカップ買ったら、はい、有馬も行ったら多分見つかったらすげえまた賞金もらえるんだよね。特別ボーナスがあるんですよ。だよね、はい、だからどうするかって、有馬捨てる必要もあるのかってのもあるし、あとイクイノックス自体が、まあ、ちょっと関係者でいろいろ聞いたら、もう守護馬にしちゃうか、でもそれ走るとこないから、うん、でも凱旋門取れんじゃねえかっていうのと、あと実は、まあ、競馬ファンとかちょっとトラックマンとかにの話ですけども、もし天皇賞行かないで、あれ、凱旋門行ったら勝てたんじゃねえかっていう人も結構いますね。へぇ。来年はだからもう辞めるか海外じゃないですか。でも、辞めてもあの地はすごいですから、うん、あれはもう、ちょっと取っとかないとってありますよね。この間の凱旋門賞馬とか一緒ですよね。うん、っていう逆にイクイノックスとリバティアイランドとかってダメなの？違う、近すぎる。イクイノックスは、いけます。イクイノックスは北三ブラックで、イクイノックスはいけるはず、あれが入ってないから、北三ブラックで、でもあれが入って、ロベルトサンデーとかそういうの入ってない。サンデーは入ってますよ。サンデーはで直接は入ってないから。でリバティアイランド、リバティアイランドはリバティアかけられるの？これ難しかったな。リバティアイランドなんだっけ、リバティアイランドの親なんでしたっけ。あれ何やってんの二人。ジャパンカップ野球ですよ。違う、柳田くんの最近のやつ見てる、インスタ。あ、知ってます。あの馬ばっかですよ。あの私服着て馬ばっか、全部馬主になったんですよ。あ、そうなの。馬主になった、だから見に行ってる。馬ばっかって写真撮ってるよね。そうなんです。だからあれ多分農山からが行ってるんですよ。なるほどね。あ、だから一回ね、タカチャンネルで行った時、いつも競馬もやってくれてありがとうございますって言ってたもんね。あ、言ってた。あとこの間 JCB クラシックって大井であったでしょ、はい、で俺はその時ちょっと BS フジで中継ずっと出てたんですけど、はい、日本シリーズもう真っ最中の中、 JCB クラシックのゲストは僕と山本昌さんです。昌さん今日本シリーズ大丈夫、日本シリーズそれはそれでちゃんとやってるから。それから別だから。ちなみに山本昌さんは日本シリーズ一勝もしないんですよ。へぇ、はあ、そうなんだ。一生もしないです。はあ、でもいい馬持ってますよ。それは谷繁君が言ってました。山本昌さん一生もしない、はあ、で谷繁君は、2000何年の日本シリーズ7000まで行ってノーヒットだそうです。いわゆる裏シリーズ男。そうなんだ。いやー、競馬も熱くなりますよ。いろいろ熱くなりますので、ね、ジャパンカップから、はい、ちなみにジャパンカップ2人見に行きますからね。あ、今年、はい、ジャパンカップっていうのは僕分かんないですけど、はい、今年もうないですけど、はい、まだあるんですか。もう2ヶ月ぐらいしかないですか。11月の終わりに、ジャパンカップ世界から来るんですよ。でも世界で、あの凱旋門賞勝った馬が来るんじゃないかと思ったら守護馬になっちゃったんですね。え、これどこでやるんですか。これ東京競馬場です。行くんですか。これ見に行きます。
またじゃあタカチャンネルでも行きましょうか。いや、それはダメです、うん、なんでダメなんですか。俺たちはちゃんと紳士の、俺たち、何そのスーツを着て、ちゃんと綺麗な服着て行く、紳士の場所なんで。それは入れてくださいよ。田舎は入れないです。何ですかそれ。俺たちって言うんだったら入れてください、たちに。だって俺たちちゃんと清掃して。俺も清掃していきますよ。汚いじゃん、清掃が。どうしたんそうなんですか。安いスーツ着てさ、安い靴さ、俺たち完璧な形で行くの。何を言ってるんですか。ありますよ、僕だってスーツ。いや、あるけどさ、それよろしく。汚いじゃん。汚いとか言わないでよ、その靴とかも。何を言ってるんですか。俺たちちゃんと清掃、どこに誰に会ってもいいように買って。ねえ、吉田照也さんとかに会った時に、ね、いや、だからすごいですよ。汚い格好した。吉田照也さんとかみんな、出前さんがめっちゃいるのは確かです。汚いかどうかはちょっとわかんないですけど、今この段階で70分以上待ちてるこんな YouTube ないんですけど、これどうする気なんですか。俺、カンパケで流すって聞いたんですけど、これはもう取って出しで今日流すからって始めてるんですけど。あれですね、日本シリーズ、前夜、あれですね、スペシャルで。スペシャルになったんですね。前編後編で。なんか今日はギュッと、2夜連続に。高橋さんが見たばっかりだから、ホットなのをギュッとして、バーンって今日流すと言ってたんですけど。2夜連続に。もうね、いつか谷繁君のところに、WBC の決勝を前見にみたいな時に行ったんですよ。その時も谷繁君のところで、1時間半ぐらい喋っちゃった。こんないらねえよって。そう、WBC の話の前に、昔 WBC で谷繁君が出てた時にさ、って話が30分、本編入れないですよ。聞きたいですけどね、確かに。めったに聞けないから、そういうこと。これはもう2夜連続ですよ。あ、そうですか。あ、じゃあ悪日本シリーズ優勝したし、阪神さん。そうか、そうか。まさかのスペシャルと思わなかった。ということで、はい、竹山さん来てくれました。ジャパンカップはじゃあどっちで？イクイノックスで。イクイノックスで間違いないと思います。一頭だけ抜けてます。リバティアイランドは2着です。2着で。2着です。3着が ?3 着はちょっと考えなきゃいけないです。でもそれじゃあ、こう、3連単って500円ぐらいじゃないですか。だからもう1点外、3連単の1点外か2点外で、ドーン、ドーンって出るしかないです。でも昨日、三連単当たってました。昨日私三連単、私ダートおじさんって言われてますから。108倍ぐらいついてましたね。つきましたね。私500円持ってますから。さすがたった500円ですよ。だから言ってたんですよ。夜、今日ごちそうになれるでって、朝の番組と。そしたら、京都だっつって。そうなんですよ。ちょっとメンツ保ってますけど。いい加減にしてください。竹山さんですよ、競馬の話。俺俺本当に。まだまだ本当は喋れるんだよ。野球の話。もうだってもう80分になろうとしてる。いや、ほんと80分だ。俺関係ない。俺だって今日だって関係ないのに無理やり呼ばれてんだから。もう、タカちゃんだって今日、はい、帰ってくの遅くしてくれって言っていろいろやった。だから早めに入ったんでしょうが。それで予定より1時間。なんで田中邦衛みたいに怒ってんですか。俺だって、ほんと選択しなきゃいけないぞ、今日。まだ今だったら言えます。いや、もうこれじゃもう無理だろう、今から選択しちゃって。乾燥機入れないんすか。干してんだ。干してんだ。入れない派なんですね。でも干してんだ。いや、じゃあちょっと高橋さん、来年も、はい、野球ちょっと楽しみに、はい、よろしくお願いします。寂しいな、来年の3月末まで。確かに。選抜始まんねえかな、明日から。キャンプ行ったらいいんじゃないですか。キャンプありますから、今度。寒いの嫌なんだよ。沖縄で。あ、キャンプね。2月のキャンプあるじゃないですか。冬の、周期じゃなくて。あれじゃなくてね。本当のキャンプ、アウトドアのキャンプじゃなくて。いや、そこじゃないです。なんでそれ行くんですか。2月に野球のキャンプを見に行きましょう。ああ、行きましょう、はい。キャンプ。宮崎あたりでドーンと。そうですね。いいですね。回って。いいですね。ホークス。ね。うん、はい。巨人。はい、宮崎。ロッテもやってる。安倍監督、はい。そして国母監督。はい、新監督。そして、オリックスも宮崎だから。そうですね。見て。中島さんに会ったり、ええ。ぜひよろしくお願いします。大会長にも話したり。ね、はい、高木さんいると、うちの高バカ軍団も一緒に取れるんで。そうです。高バカ軍団、はい。俺、高岡軍団に行くんで、高木さんいると、ほら、大須会長とか、ほら、みんな喋れるから。全部会長が来るんで。はい。そしたらもう、俺、高岡軍団の前に行くんで。大須会長、ダメらしいですね。高岡、だと。当たり前でしょう。どっちがする大須会長来てくれるんですよ。すいません。高木さん、分かってます。高岡軍団の軍団長、俺ですよ。大須会長が来るわけないじゃないですか。おうとは言われますけど、あったら、あ、こっちだった。おう、来たもん、と言ってくれますけど。それは違いますから、いろいろ。そうなの、そうですよ。全然違いますから。あ、そう。高さだけですよ、トイレで石橋君って声かけられるのは。
いや忙しいところ初めて。何すか花丸さんみたいな本当やるんですよこれ。忙しいところ。忙しいところ来たから。自転車だよ。すげえな。それはすごいこと全然ないな。大体さ。近づかせてくれないです。綺麗な格好で行ってる？スーツ着ててますよ。グランドで。ジャケットグランド。はい。ちゃんと綺麗？ちゃんと着てます。綺麗ですよ。買ったばっかのジャケットで行ってますよ、俺も。キャンプは。はい。やっぱさ、紳士淑女が集まるような場所は、綺麗な格好でね。だから、この間もちょっと誕生日会やってもらって。ありましたね。素晴らしい。はい。あの、レストランの、一流ホテルのレストランのフレンチをいただいたんですよ。はい、はい。で、まあ、そうしたらやっぱり、決めていかなきゃいけないなと思って。うん。作りたてのスーツを。ほう、決めて。ドンって言った。あ、やっぱ、良かったですね。気分良かったですね。やっぱ、店員さんの何、まあ、ホテルマンさんの、もう、ロビー入った時からもう、はなんか、対応は。いらっしゃいませって言ったら。します。こちらです。エレベーターまでこと、ありがとうございます。ああいうところで、ちゃんとこう、身なりもちゃんとしてると、うん、ね、ホテルマンの皆さんも、レストランの皆さんも、やっぱ、まあ、当然大人ですけど大人としての対応をしてもらえると、うん、だよく言うんですけど海外行った時にいい時計してけって言う。ああ、なんか聞いたことありますけど、ちょっと高木さん本当にちょっといいですか。え、帰っていいですか。帰る帰るって。そのほら高木さんとマッコイさんの綺麗な話か格好していける話はちょっと俺には関係ないことだからそこもここのチームの問題だから。何いやいや、俺とは関係ない。帰る。そこはほら、タカチャンネルのスタッフと炎上さんの話だから。うん、なんだよ、その言い方。何帰るって。いや、だからもう終わりでしょ、さすがに。何今日この後またなんかあるの。いや、別になんかあるわけじゃないですけど。なんかないんだろさ。なんだよ、その言い方。いや、競馬だったらなんかご馳走してくれよ。いや、ご馳走するのはいいけど、じゃあもうちょっと YouTube で終わりません？終わるよな、お前。長く長いから。それ。いや、終わるのは別にいいけど。態度悪いな。毎回毎回。毎回ちゃんとしてんじゃないですか、俺だって。ちゃんと礼儀正しくちゃんとやってますよ、俺。やだよ、俺。やっとおかしいですよ、無理やり来てんの。こっちはノーギャラでちゃんと来てんだから、普通に。冗談じゃないよ。やだよ、うるせえな。やべえ、うるさくねえよ、呼ばれて来てんだから。何分撮ってんだよ、この YouTube。やめろよ、もう。やだよな。マッコイのせいだよ、俺のせいじゃないよ、俺。マッコイのせいだよ。帰れよ、お前。帰りますよ。せっかく楽しくやったら、結局こうなるじゃん。なんだこれ。毎回こうじゃねえかよ。帰れよ、帰ります、帰ります。帰りますよ、俺も。僕はね、シアトルじゃねえか。マリア。強かったですね。いや、近本選手、MVP。歴代3位だって14安打。応援によって野球が変わるんだっていうのがちょっと表された年だったかもしれないですね、そういうのね。